シロン湖県の位置と2001年から2005年の県境シロン湖県はウガンダ東部エルゴン、三北西部の県。ブギスの解明されたムバレ県の北部が2000年に分割され設置された。面積は1 0 9 0 8トル、2002年の国勢調査人口は29万1906人。主な住民はバントゥー系のギス族である。標高は 海抜およそ1299メートルから1524メートル。最大都市は県庁所在地のシロン湖で、マフに、ナカロケ、ムツフ、ブダディリーに公益所が置かれている。南のブダディリーと北のブラムブリの2軍に、シロン湖を含め19の副軍が置かれている。2008年10月現在の知事に相当する第5地域議会議長はワンビカバレ。 北に、カラモジャ地方の中ピリピリ県、東に、カプチョルワ県、西に、テソ地方のブケデア県、南東に、ブドダ県、南西にムバル県と接する。農業が盛んで豆や、落花生、モロコシ、雑穀、キャッサバ、ジャガイモ、サツマイモ、パッションフルーツなどの果物やトマト、玉ねぎ、キャベツなどの野菜等の食料、綿花、コーヒーなどの商品作物が栽培される。 南東部はエルゴン山国立公園の一部であり、笹登山道がブダディ公駅所の近くから通じている。ありがとうございます。